今回も没動画を復活させていきましょう。日の目に当ててやれ。わかってます。今日復活させる動画はこちらでございます。ご覧ください。どうぞ。ゼロから始めるデュエリスト、デュエルマスター編。何をするつもりだ？あなたは、この前デュエリストになったわけよ。そういえばなったな。で、せっかく、デュエルマスター買ったのだから、これを覚えて、プレイしていこうじゃないのと。なるほど。で、一応目標を立てました。どこを目指すのだ？デュエルマスターの PC ゲームがあるから、それでとりあえず一勝するのが目標。簡単だな。もしや、ルール知ってんの？全くわからん。というわけで、これを買いました。なんだこれは？スタートデッキというものらしい。それは何なのだ？私もよくわからないのだけれど、これが基本になるらしい。そして、ルールブックもあるみたいだから、買いました。まあ、基礎は大事だな。そして、なんとこれには、宝くじ要素もあるのです。なんだと？ゴールドレアというのが、入ってる場合があるらしい。そして、このお値段がこうなっております。すごいな。というわけで、開封していきましょう。結局開封動画か。2枚目、3枚目に出るらしい。行くよ。出なかったな。次行こう。今度こそ来い。出なかったな。そんなわけで、ゲーマにも果敢に挑戦していこうと思いますので、よろしくお願いします。よろしく頼む。これはなんでボツになった？これはね、ゲーマの初心者向けにちゃんとやろうと思ったわけよ。一から丁寧に解説しようと。我々も初心者だしね。そして最終的には立派なデュエリストになろうと目論んでいたわけよ。そうだったのか。ところが、第2回のマナと文明の解説を作ろうと思ったんだけど、もうね、そこでちょっと難しく感じて、頭痛くなってきて、とりあえず休止にした。なんだそれは。デュエマはやりたいのよ。というかデッキは作りたい。特にキリコキュービックってカードがあるのよ。ボトムズ。そう。これを軸にしたデッキは作りたいと思ってる。だけど、これは結構高いカードなので、再録待ってます。だからトミー、頼んだぞ。まあ、とりあえずデュエマは無期限休止ということで、開封はやるとは思うけど。このグダグダな感じ、嫌いではない。